アリガチズム。男性自衛官にありがちなこと、イエスサー、合コンにて。アリオさんって自炊とかされるんですか？そうですね、基本的には自炊するようにしています。まあ身の回りのことぐらいは自分でできるようにならないとと思って。すごいですね。私なんてガサツだから負けちゃってるかも。うん、なるほどなるほど。こういう自立した男性って素敵だよな。でもあまりにも自立しすぎていて自分の生活が確立しているから自分以下のクオリティの女性に口うるさいかもしれないし、あと自分のテリトリーを侵されたくないっていう人もいるから慎重に見極めないと。え、そういえばアリオさん、今日着てる服全然シワとかないけど、おろしたてですか？ああ、違います。今朝アイロンかけたからですよ。アイロンがけまでこなされるんですか？しかも朝から。まあ無駄に朝早く起きてるんでこれぐらいの時間取れるんですよ。今朝はついでに最近勉強してるスムージーを作ってみまして、すごく充実した朝になりました。いや、なんでもできすぎでしょ。もう自衛官じゃなくて執事目指しとかええんちゃいますか？よく言われます。生活に必要なこと全部自分でやっているためアピールポイントになりがち。自分の身の回りのこともできないとお国は守れない。てか、よし、今日は休日だし普段繰り出せない街に繰り出していくか。最近の流行とかも少しは勉強しておかないとな。時代に乗り遅れる。あ、ついでに友達も誘っていこう。外出中でさ、あの後ホテルに持ち帰ってやったんだけどさ。へえ、そうなの。お、あの人フレック迷彩柄のジャケット着てるな。かっけえ、いいセンスだ。あ、間違えた。いいセンスだ。その子がさ、すげえ最高。おい、ありよ。お、あの人はタイガー柄だ。おい、ありよ。お、あっちにはウッドランド、スカイにシティにデザートにマルチに最高。ありよ。なんだよ、俺の私服の迷彩柄チェックタイムを邪魔しやがってくれ。ごめんて。ていうかなんで俺が謝ってんだよ。街で迷彩柄を見つけるとついつい種類を言ってしまいがち。めっちゃ名前知っとるやん。アリオはこの間の休み何してたんだ？はい、先日友人に誘われ屋外で行われるサバイバルゲームに参加してきました。ああ、サバイバルゲーム、いわゆるサバゲーと言われるやつだな。どうだったんだ？はい、遮蔽物などを利用して身を隠しながら戦ったおかげで最後まで見つからずに見事優勝することができました。おお、それはすごいな。っていうか自衛官のスキルを完全に活かしてるだろそこで。はい、お褒めの言葉ありがとうございます。光栄です。あともうちょっと柔らかく喋ろうか。そんなに怖いか俺。はい。怖いんかい。ごめんね。サバゲーでも日々の訓練が活かされていがち。確かにサバゲーなどで負けるわけにはいかん。サバゲーなどと言ってごめんなさい。いや、この前の合コンで知り合ったアリオさんと今日はついにデートに来ちゃったけど、いろいろとリードしてくれるし優しい人だな。お待たせしました。まったらや。癖強っ。ありがとうございます。どうも。わあ、アリオさんの注文されたご飯美味しそうですね。ガチコさんのやつもすごく美味しそうですね。じゃあいただきましょうか。はい、いただきます。いただきます。はあ、ごちそうさまでした。はやああ、しまった、すみません。普段の癖で早食いしてしまいました。いやいや、別に大丈夫ですけど、やっぱりお仕事柄早いんですね。そうですね、日頃から早飯早風呂、早起き早ぐそ早寝を意識しています。そうなんですか。すごい、ちょっと待って、流れ良すぎて一瞬気づかんかったわ。早ぐそって。ああ、一応断っておきますが、早漏れではありませんよ。いや、そうろうね。あとそんなこと聞いてへん。日頃からスピードを意識しているのでほとんどの行動が早くありがち。ちなみに自分は早漏れだが何発でも行けたら痛くありません。いやー、今日はガチコさんとのデート超楽しかったな。また行きたいな。そして次は早飯にならずにしっかりと相手のペースと合わせて飯を食おう。そしてちょっと下ネタの話もしてしまったけど、テンポよく突っ込んでくれたし結構間が合いそうだな俺たち。ああ、やべ、ガチコさんのことを思い出してたらなんかムラムラしてきた。ちょっとおかずにさせてもらおうかな。よし、ガチャッと。おい、アリオ、いつまでトイレしてんだよ。何してんだ。お前、わかんだろ。気ぃ遣えよ、こんちくしょう。だったら今日のデート相手によろしくしてもらえばよかったじゃねえか。ん、うん、急に開けるなよ。苦しい、なんだよ。俺はガチコさんのこと真剣なんだよ。そんな簡単に体を重ねるわけにはいかねえんだよ。わかった、ごめんなさい。っていうか、そんなん追っ立てた状態で言うなよ。早飯、早風呂、早ぐそではありますが、何でトイレの時間はかかりがち。アリオは本当に早漏れではありませんでした。以上。頭かゆい、頭かゆい、頭かゆい。本当にヘルメットの中は蒸れるからな。頭の回数が半端じゃねえよ。しかも取れるまでかけねえし。俺も坊主か、剃ってかゆくならないようにしようかな。いや、ちょっと待て。アリオさんってヘアスタイルも素敵ですよね。そうですかね。自衛官の人ってもっとこう角刈りで眉毛がカモメになってるイメージなんですよね。それ両津勘吉、そういう人はあんまりいないですかね。そうなんですかって言ってくれてたし。よし、ガチコさんとの関係のためにこのかゆさは我慢だ。プライベートのことを考えて髪の毛は坊主にしない人がいがち。書くのはいいと思われます。ドラッグストアにて。さーて、買い物買い物っと。まずクレンジングと、どれにしよっかな。え、アリオさん。え、あ、ガチコさん、どうも。いや、偶然ですね。あれ、アリオさんもクレンジング？ああ、そうなんです。切らしてしまって買いに来たんです。え、アリオさんってメイク男子でしたっけ？綺麗
なお肌してるけど、そうは見えないな。ああ、いや、違います。ほら、僕たち、自衛官なんで、迷彩柄のペイントするんですよ。それを落とすときに、やっぱりクレンジングが一番いいんですよね。あ、なるほど、そうか、そうか、すごく納得です。なので、まあ、自衛官はみんな、メイク男子みたいなもんですね。それは違うと思いますけど。男性自衛官にとってもクレンジ、男性自衛官にとってもクレンジングオイルはマストアイテムでありがち。失礼いたしました。おい、アリオ。はい、何でしょうか。いや、まだ俺のこと怖いかな、ごめんね。どうぞ、ご指示を。今日は、我々外出日だ。はい。ということは、門限までは基本的にどこに行っても許される。はい、そうですね。そこでだ、飲み放題食べ放題か。え？揉み放題に行くか、今決めろ。え、揉み放題？そう、揉み放題だ。これは究極の選択だ。揉み放題、揉み放題、揉み放題。いや、めっちゃ行きたそうにしてますやん。上司命令だし仕方ないか。ガチコさん、ごめん。揉み放題でよろしくお願いします。よし、よく言った。さあ、行くぞ。めっちゃ食い気味ですやん。外出日は上官に飲み放題か、揉み放題かに行くか問われがち。自分も同行させてください。だ、言いたくありません。あ、雨が降ってきましたね。あ、本当だ。なんだよ。今日は晴れる予報だったのにな。でも大丈夫ですよ。私、念のためにいつも傘は持ち歩いているんです。よかったら一緒に刺しますか。シャオラ、超有名巨乳航海士クラスの私の予報スキルを駆使して、今日の予報外の雨を予測して、アリオさんとアイアイ傘をする作戦大成功。はい、アリオさん、どうぞ。あ、いやいや、大丈夫です。でも濡れちゃいますよ。僕にはカッパがあるので、ほら。カッパ。はい、いつも持ち歩いているんです。それは自衛官ならではですか。そうですね、はい、持ち歩いています。ああ、そうですか。へえ。そこまでは予報できなかった。もっと私も巨乳だったら分かったのかな。雨の日は傘ではなくカッパを身にまといがち。巨乳関係ない。よし、アリオさんと今日もデートだ。気合い入れて頑張るぞ。あ、もうこんな時間。10時集合ではあるんだけど、早く行かないと。到着。集合時間よりは早く到着したけど。あ、ガチコさん、こっちこっち。ほら、やっぱりもうついてる。仕事でもデートでも待ち合わせは早く到着していがち。時間前行動は基本であります。うれ、何見てんだよてめえ。あ、おめえから見てきたんだろうが。うわ、なんかここ治安悪いな。ガチコさん、ちょっと離れて歩きましょう。はい。まあでも大丈夫か。今は安心できるボディーガードがいるもんね。守ってくれる姿勢かっこいいな。え、アリオさん、どうしました。こっちじゃなくてこっちの道から行きましょう。え、なんでですか。こっちの方が近。ほら、危険でしょ。いや、これは予知能力。まあ、安心はできるけども、デート中に変な奴に絡まれそうになっても安心感がありがち。その見聞色、自分も欲しいです。今日も疲れたな。アリオさん、お疲れ様です。おお、アマミか。こいつはイケメンすぎる女性自衛官。女性なのにイケメンだから、女性からの人気が男性自衛官よりも熱い。今日の訓練も頑張ってたな。見てくれてたんですか。ありがとうございます。あ、見て、あそこにいるのアマミさんじゃない。あ、ほんとだ。相変わらずかっこいいな。すぐそばにいるアリオさんが霞になって見えなくなるほど美しいわ。あなたたち、お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ様です。キャー。いや、宝塚かよ。俺霞になってるし。男性自衛官に負けないくらいイケメンな女性自衛官がいがち。自分はこういう方の乙女な部分を見てみたい。痛くありません。というわけで、今回のありがちなこといかがでしたでしょうか。共感できましたか。もしよろしければ、コメント、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。はい、さよなら。動画の評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ、ご視聴ありがとうございました。